よかった。ちょっとね、お久しぶりです。もうアバター終わっちゃったかもしれません。どうだろう、アバター1週間しかね、はい、あのね、配れないの。とがかしら文字の人、レインボースターありがとうございます。新しいアバター、ハムスターのアバターなんだけどさ、あの記念配信が7日で8、9、10、11、12、13、14、14日まで、あさってまでかな、あ今日までなんだ。なんかちょっともらってもらってごめんね、ちょっともう今日までなんて。佐賀かしら文字の人、だるまありがとうございます。アバター今日までって送ろうじゃん。ちょっと待って、今お風呂溜めててさ、ちょっとお風呂溜めてて、お風呂が溢れないか気にしながらなんですけれども、今日までらしいんですよね、どうやら。佐賀かしら文字の人、だるまありがとうございます。神賀かしら文字の人も、だるまありがとうございます。そうなの、だからちょっともらっといてね。タイミングがさ、今もう忙しいタイミングだからちょっとねできなくて、ショールームが申し訳ないけど、だから特別記念配信の時の時だけと今日の時だけ。だからもらえた人はラッキーだね。私のこのハムスターのアバターをもらえた人はもうラッキーだ、ラッキーだ、スーパーレアだ。馬が頭文字の人、ハートありがとうございます。岩が頭文字の人、アイスありがとうございます。そう、ちょっとお風呂止めよう、怖いな、怖すぎるこれは。どうしよう、どうしよう、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。これを閉じて、よし、で、ギフト、伊賀頭文字の人、サイリウムと雪、佐賀頭文字の人、だるまありがとう、岩が頭文字の人、アイスありがとう、マン頭文字の人、ハートありがとうございます。いや、まだ全然だったです。あ、可愛くてお気に入り、ありがとう。で、つか頭文字の人、レインボースターありがとうございます。今日はもうでもちょっとしかできないからごめんねって感じなんだけど、今なんかちょっと手持ち、手で持ってスマホやってる、急遽。はい、ということでありがとうございます。まあ特別配信から一回もショールームできてなかったので、アバターを配れずって感じだったんですけれども、はい、特別配信はありがとうございました。すごい、まあ頭文字の人、ハートありがとうございます。お、だるまもありがとうございます。ちょっとお名前がないのかな、女の子のアバターの人ですね。はい、改めてありがとうございました。みんなちょっと見えてるかな、これね、わかんないけど、見えてたらよかったです。グーが頭文字の人、サイリウムありがとうございます。楽しんでいただけましたかね。そう、すごい企画盛りだくさんなんですよって言ってたけど、本当に盛りだくさんだったと思うんですけど、あ、そう、髪がねすごい短くなって、こんな感じで、はい、もうショートですショートじゃないです、はい、すごいね、激辛食べたり、いちご食べたり、あとお手紙をファンの人に読んだり、髪を切ったり、ケーキ作ったり、盛りだくさんでやらせていただきまして、はい、やらせていただきました。そう、髪はもうこんな感じ、本当はね、そう、それでね、なんかファンの人が自分で切って大丈夫みたいな感じですごい心配されたんだけど、もちろん次の日にね、あの美容院行きましたので大丈夫です。で、まあでも自分で切るからさ、美容院の人もびっくりしてさ、
もうガタガタすぎるからさ、もうちょっと短くしないとあの揃わないですって言われたから、美容院に行ってさらに短くなったのね。そうだから結局25センチぐらい切ったかもしれない。もともとは15センチぐらいしか切る予定なかったの。そう15センチとか、まあ、20センチとかで留めておく予定だったんだけど、そうちょっと 切っちゃってさ。そうで次の日に美容院行って、あのねガタガタすぎるから合わせないとっていうことで、あのもっと短くなっちゃったけど、まあすっきりしていい感じです。はい、まあ髪が伸びるのでねっていう感じです。はい、私はちょっとね、まあ切りすぎちゃったかなって思ったんですけど、でも今となってはまあ良かったのかなって思います。はい、もうストレスが何一つなく、もう本当に、あ、キアガジラまでの人手袋ありがとうございます。もうドライヤーに正直30分ぐらいかかってたんですけど、今はもう10分とかで終われるし、シャンプーもあ、動画頭文字の人雪ありがとう、マーガ頭文字の人ハートありがとう。そうそう、あとシャンプーもいつも5プッシュぐらいしてたの、髪長すぎてさ。そう5プッシュが3プッシュになった2プッシュの時もあるぐらいだったからね、よかった。もうストレスが何もないです、夜。そう、ゴアガシラまでの人、サイリウムありがとうございます。そうでもね、なんか美容院の人にね言われたんだけどね、私はねショートにはねできないみたいだね。もうめっちゃ髪の量が多くて、そう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 、髪の量が人の4倍ぐらいあるの。だからもう肩より上のショートにしたらもう爆発して、なんか思ってるショートにはならないですよって言われたから、私はもうこれぐらいがね限界ですね。そうそう、部が頭文字の人かわいい、ありがとうございます。みんなが思ってるのは、例えば有名な人で言うと、そうショートってさ、前田敦子さんとか、 あと誰だろうな、今いる人で言うと桜坂の森田光さんとかさ、そういうなんだろうな、ちゃんとキュルンって入る、キュルンって入るショートにね、ちゃんと、そう HKT だった、元 HKT だった宮脇さくらさんとかキュルンって感じのショートになるけど、私は髪の量が多すぎて、あのこうカクカクっていう収まりきらない、なんかちびまる子ちゃんみたいな髪型になっちゃうっぽいの。そう、そうみんなが思ってるのは少ないからもうね、軽さでこう内にちゃんとギュンって入るようになるけど、私はもう多すぎてここの分厚さがすごいから、ちびまる子ちゃんヘアにねなっちゃう、思い描いてるなりたいショートにはなれないって言われたから、そうそう、私はもうね この長さぐらいが限界なんですよね。そうそうそう、なりたいおしゃれなのにはなれないの。そう、私はでもそういうショートも憧れるんだけどね、その髪はもう減らせないから、そうだからねできないんだって。まあそんな話はどうでもよくて、とりあえずね、ありがとうございましたね、楽しんでいただけたらよかったです。はいはい、そうそう、そこでね、なんか一個言いたいことがあって、あのねタワーとかギフトをね投げてくださった方がねたくさんいたと思うんですよ。メールの方に書いたり、ブログにも書いたりしたんですが、そうもう今はねポッポッポって感じなんですけど、特別配信だけともあってこのドローってもうすごい、あのギフトの量もありがたいことにすごかったし、コメントの量もね、そう企画も盛りだくさんな感じだったから、リアクションがすごくて、もうね、私はこう今読んでるのは頭文字だけね読むようにしてるんですけど、まあ頭文字の人旗ありがとうございます。そうそう、なんかこうね、もうもちろん無限な時間できるわけじゃなくて、ちゃんとねお仕事として、あれはなんだろうな、番組としてみたいな感じでスタッフさんもいて、そういうちゃんとねした配信だったので、
そうそうそう、自分のペースでゆっくり全員をね読むっていうことができなくて、そう、しかもいろんな企画もしながら自分で仕切りながらみたいな感じだったので、あのね、全部の人のコメントと全部の人のギフトをね読んであげられることができなくてね、本当に申し訳なかったなと思って。そう、さあ頭文字の人、お花ありがとう、すが頭文字の人、手袋ありがとうございます。そうで、次の日にあの正直なんかメールの返信とかで、そう、投げたのにあの読んでもらえなかったっていうね人いて、確かにすごい申し訳ないなと思ったんだけど、そう、それを読んですごいちょっと悲しい気持ちになっちゃった私はね。そう、ごめんねと思って、でもこう自分はこうわざとじゃないし、わざと読まんどこうと思って読まなかったわけじゃないし、あ、読めることなら全員を読んであげたかったなというふうに思っていて、で今 SKE はねお名前をねあの読めないんですよね、そう、普段の配信で。でもその日は特別っていうのだったから読んでいいよって許可がね出てて、そうそうそう。でね、あの正直タワー投げてくださった人とか読み残しの人いるから、今マネージャーさんに改めていつかその日に投げてくださった人の名前を読んでいいですかって今確認してて、まだそのね申請がね降りてないのでね、もしかしたらもうこのままね読めないことになるかもしれないんですけど、私はちょっとどうにかならないですかねっていうのはちょっと交渉してるので、そうなのでね、ちょっと分かってもらえると嬉しいなと思います。はい、温かい気持ちで理解をしてくれたら嬉しいなと思います。はい、私は多分そうやってちょっと今掛け合ってるんですけど、もしかしたらねルールはルールなので無理ですよって言われる人の方が可能性の方が大きいので、そうなってもごめんなさいですけども、まあその気持ちはあるんだよっていうことは伝わってくれたら嬉しいなと思います。あともう一回配信をさせていただけることになって、1周年の配信の時もね、その時も特別だからお名前をねお呼びできると思うんですけども、そうタワーだけでもねその時は頑張って読めるようにしたいなと思うんですけど、そうそうそう、タワー以外のこういうなんかタワーはちゃんと残るんですよ画面にね、でもタワー以外は残らず流れちゃうので、そう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 、そういうのは1周年の配信がまたいつかあるかもしれませんが、その時もね、そう画面に残らないものは全て読むことはもしかしたらね、そう配信の企画が滞ってしまうのでね読めないかもしれないんですけれども、画面に残るものはね気づいて読んでいけるようにしたいなと思うのでね、ぜひね分かっていただきたいですはい、さあ頭文字の人、ハートありがとう、字が頭文字の人、お花ありがとう、字が頭文字の人、ハートありがとう、すが頭文字の人、手袋ありがとう。そうですね、うん、でもやっぱりなんで読んでもらえなかったのって言われるとごめんねっていう気持ちでしかないのと、分かってほしいなっていう気持ちと、なのでね、はい、伝われって感じです。伝わってくださったら嬉しいです。はい、どが頭文字の人、手紙ありがとうございます。あとはなんだろうな、あ、字が頭文字の人、レインボースターありがとうございます。さあ頭文字の人、小判ありがとう。キア頭文字の人、手紙ありがとうございます。そう、あとなんだろうね、なんだろう、タワーって残るから読めるんですよ。なんだろうな、流れちゃわないがちというか、ちゃんと私もあ1個2個ありがとうございますって言えるんだけど、そう流れちゃって、メールの返信であったのはタワー分のギフトを投げたんだけど読んでもらえなくて残念だったっていうのもあって、そう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 、多分同じね同じタワー分
っちゃいのを投げて残らないよりかは同じねあれなんたらタワーにした方がいいかもしれないですね。そう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 、そうイコールでクマを10個とかで残らないよりも絶対確実なのはそうクマ10個よりも1本の方が残るかもしれませんね。まあ、私も全部に気づけるように頑張りたいんですけど、もうあの時はもう水が流れるようにコメントもうすごい流れてたから、そう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 、どうしても気づいてほしいよっていう人は、そういうのも考えてみてくださったら嬉しいと思います。もう私も本当にちゃんと読めるようになるべくねしたいんですけれども、企画もあるのでねなかなか難しいことではあるのですが、字が頭文字の人手紙ありがとうございます。まあでもそうですね、頑張ります。私もはい、なので1周年配信はまた何があるかわからないんですけれどもね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はいはい、フッピアのにも悪くない、ありがとうございます。いやでもね読めなかったのはねこちらの落ち度なので、はい、もっと動体視力をあれします。C が頭文字の人雪ありがとうございます。動体視力を身につけます。さあ頭文字の人雪ありがとうございます。マン頭文字の人ハートありがとうございます。確かにクマ10個のがポイント多いけど、あの状況で開い、そうですね、あとあのね星を一粒でも投げたら、この今ね使ってくださってるあのね特別なアバターがもらえるんですよ。だからいつも見てくださらない方も星だけ投げに来たりとかして、星を一粒でも投げたらアバターゲットできるから、とにかく星もすごい飛んできて、 それに結構紛れちゃったりね、そうする、してね分かんなくなっちゃうからね、そう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 、まあ特別な配信だからね、そうそうそう、私もでもね頑張ってあの動体視力をつけるので、頭文字の人雪ありがとう、字が頭文字の人お花ありがとう、午後頭文字の人サイリウムありがとう、頭文字の人、音符ありがとうございます。はい、普段の配信でも流れ、いや今見てくださってる通りですね、私が見てくださっている流れとファンの人が見てくださっているのは同じなのでね、まあでも私はねそんなことは思ってないよっていうのを分かってもらったら嬉しいなと思います。宮頭文字の人ハートありがとうございます。まあそれぶりですね、はいの配信でした。今日までらしいのでアバターもらえるのはぜひ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 もらってください。今日もうちょっとだけやるので、今のうちにもらってない人は欲しい一粒でも投げたら勝手に入るみたいなので、これで私はこの女の子の一生もらえるやつと1年記念の犬と2年のハムスターなので、私が作れる今現在のアバターはこのハムスターで最後になるんじゃないかなと思うので、今後また続けてね1周年とか達成、3周年とか達成できたらねまたあれだけども、1周年と2周年は作ったので、次に作れるのは3年続けないと作れないのでね、なかなか3年ってねなかなかだと思うからさ、もうこのハムスターが私が作れるアバターの最後になるのかなと思うような気がしますので、まあまた企画とかね、そう企画とかでアバター作れるよっていうのがあったらねできるかもしれないけど、今決まってる現在ではねこのハムスターで最後だと思うので、ぜひぜひ今日あともうでもちょっとしかできないけど、まあ5分10分の間にもらってくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、そんな感じです。はい、ここ
ここ数日は毎日新世代コンサートに向けての準備がすごくて、もう朝から晩までずっと動くみたいな感じだったので、とてもショールームやメールやブログをね書く余裕がなく、今日はブログを上げたんです、上げる日なんですけど、今日になってごめんなさいね。昨日ちょっと怒涛って感じでした。そうです本当にびっくりするぐらいみんなで頑張って、朝から夜まで頑張っています。はい、なのでねちょっとできないんですけどもね、今日はちょっと落ち着いたかなって感じです。はい、まあ完全なオフではないというか、今日もね私お仕事があってさせてもらったんですけど、そう、字が頭文字の人ハートありがとうございます。そうですね、なのでぜひぜひ、その分コンサートが楽しみ。そう、舞台監督さんが褒めてくださったらしいです、らしいです、褒めてくださいました。はい、リハーサルからいい感じだよってみんなに、だから本番も楽しみです。もうあと1週間ぐらいなのでね、本番まで。ぷあかしら文字の人ファイトありがとうございます。そうなので楽しみにしていてくださいね。なんか私もリハーサルとかすごいやっててさ、やっぱいつもはもっと上の先輩、気が上でもうプロフェッショナルみたいなすごい先輩方にね頼りっぱなしで、そう頼りっぱなしでねな感じもあったけどさ、で9期はこれまでずっと一番下だったから、最近はね10期生の子も入ってきて一番下ではなくなったけどさ、もう先輩ばかりの中でさやっててさ頼ってた部分もあったけどさ、今回はさなんかこう自分たちがさねこうメインでさ、そう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 、もうだからもういつもと違う気持ちもあります。そう、後輩の子もいるし、そう8期生の先輩とドラさんの先輩もいるけど、もうなんかなんだろうね、初めての気持ち。さあ頭文字の人音符ありがとうございます。そう、今まではそうなんか先輩についていかなくちゃで頑張らなくちゃって思ってたけど、そう今はもうなんかもうしっかりしなくちゃって、できてないけどまあ気持ち的にはちゃんとしっかりしなくちゃっていう気持ちもあるから、そうなんかね席の席のね発見とかもね最近あったっぽいんですけど、まあ後ろの席だったとか前の席だったとかいろいろあると思うんですけど、そうなんか私もねとかメンバーとかもそう見合うんですよ、リハーサルとかをね、そう席の方で見たり観客側から見たりとかもしてて、私はね後ろの方で見たり前の方で見たりしてるけど、なんか前は前でいいこともあるよね。なんか推しメンが近くに来た時とかは嬉しいし、足音が聞こえたりするのはいいけど、やっぱ後ろだと全体が見えるから、そうそう、なんか全体が見えるのはそれはそれでいいし、そうそう、私映画とかは一番後ろで見たい派なんですよ。前の方でさ迫力を味わいたいっていう人もいればさ、後ろの方でこう客観的にもっと俯瞰的に見たいっていう人もいると思うんですけど、私は結構そっちタイプなんですよ。そうだからさ、どの席でも楽しんでもらえるようにね、楽しんでもらえると思うから、はい、お願いします。子が頭文字の人と優が頭文字の人ハートありがとう、子が頭文字の人ファイトもありがとう、 K が頭文字の人クマありがとう、優が頭文字の人ハートありがとう、さが頭文字の人音符ありがとう、プが頭文字の人ファイトありがとう。そうコンサート端っこですがすごく楽しみ、ふさんの晴れ姿目に焼き付け嬉しい。双眼鏡とか持って行っていいのかな、まあそういうなんか近くで見れる用のグッズとかもあったらねそれがいいかもしれないけど、うん、でもみんなで一緒に頑張っているのでね、応援してくださったら嬉しいと思います。ちょっとショールームの方も
できたりできなかったりするかもしれないんですけど、そう今週は本当にできなくてね、ごめんね。せっかくアバター配る 週だったからもっとやりたかったんだけど、ちょっとねできるあれじゃなかったので、うん、まあ今日やりました。なのでぜひぜひ、あえて当日まで発見しない、大丈夫。でも逆にさ、席を今分かっておくことでさ対策取れるかもしれないからね、先に知るのもいいかもね。端っこだったらどういう楽しみ方があるかなとか、あのグッズ持っていこうとか、そう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 、いろいろねできることがあるかもしれないしね。マンカシラモジの人、手紙ありがとうございます。最近メガネを新調したのによく見れるといいなと思って、それは素敵。そうなんかニコ生の方で配信もあるので、私もね家族見てくれるからさ楽しみあります。プラスチック、そうプラスチックだよ、間違いない。私はもうマイナス思考はあんましないことにしてるからね。はい、そんな感じです。あとはなんだろうね、わからないはい、ブログは書きましたけれどもね、皆さんあのメールにも送ったんですけど、さやかしら文字の人、最近もありがとうございます。そうブログにも書いたのですがね、あのね、SKE のね公式サイトリニューアルねされたんですよ。冬ペンモード持っていくねってありがとう。そうそう、リニューアルされてブログもね一新されてね、ブログの上げ方も全く分からず一からの状態なんですよね。はい、なのでねちょっと上がるか分かりませんけど、お送りはしましたので、みんな上がってくださいって祈ってください、お願いします。はい、あとあれだ、女性限定公演もありました先日。そう、その日はショールームはちょっとできなくてごめんなさいっていう感じだったんですけれども、はい、女性限定公演ありました。ふさんはすごい嬉しかったです。なんか女性限定公演出るの初めてじゃなくて何回目かぐらいだったんですけど、なんか出るたびに私のファンの子が、女の子が増えてて、すっごい嬉しかったです。そう今回なんか最初初めて女性限定公演出た時は、まあちょっとの人がまあサイリウム振ってくれるかなくれないかなみたいな感じのことだったんですけど、この間はもうなんだろうな、よくさなんかよくあるさ、なんか冬ピーみたいなとか冬かとかいうさ、よくあるアイドルのうちはあるじゃないですか、そう黒地にキラキラで縁取った、それを女の子が作って振ってくれてる子がいたのね。しかも一人じゃなかったの、それがすごい嬉しくて。そうそう、今までねこう、まあ、男性の方とか、まあ、もちろんずっと SKE 好きな女性の方とかもねはそういう作ってくださったりとかいたんだけど、こんな女の子しかいない公演でサイリウムはあってもうちわとかはあまりねなかったりしたのだけど、わざわざ作ってくださってたり、なんか私のグッズのうちわ持ってきてくださったり、私のアバターのねこのなんかグッズを自分で手作りして持ってきてくださってたりして、もう本当にねそれがね嬉しかったです。そう、うん、まあでも性別はね関係なくね、男の人にも女の人にも応援してもらえるようになったら嬉しいなと思いますし、まあでも現状としてね SK48 は女性のファンの方より男性のファンの方の方が今は多いので、そう同じぐらいのね量に持っていけるようにもっと広まったらいいなと思います。あ、愛が漢字の人、雪ありがとう、 D が頭文字の人、だるまありがとうございます。そうすごいね嬉しかったな、やっぱりね女の同性からさ可愛いって思われるっていうのはさ嬉しいよね。そう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 、職場の女の子連れて嬉しい、なんかすごくねなんか嬉しかったですね。ごは頭文字の人、サイリウムありがとうございます。私はもうねちっちゃい頃から女性アイドルさんが大好きで可愛い可愛いって思ってきたけどさ、その逆の立場に自分がなれる
慣れてたことがちょっと信じられなくて嬉しかった。可愛い写真、そういっぱいねいいねした、この子ありがとうね。すごいみんな可愛い写真載っけてくれて。今度はクリスマスにね公演あるんですけど、今はちょっと考えてないです、ごめんなさい。今はちょっとあの公演の次の公演のことまで正直頭が回ってなくて、とりあえず今は若手のコンサートのことで、みんなそうだと思いますけど、それが終わったらまた25日の公演のことについて考えていきたいと思います。はい25日もねぜひ楽しんでいきましょうね。はい、とりあえず19日頑張ります。すみません、いやすみませんじゃないです、謝らないでください。当たってください、そして絶対に。さんは1個ずつしかできないので、とりあえず19日を大成功させれるように頑張りたいと思います。ちょっとねまあこのような感じなので、またショールームができたりできなかったりすると思うんですけれども、まあ頑張れと思ってくださったら嬉しいと思います。はい、という感じでございます。はい、さんは生きていますので大丈夫です。みんなも寒いけど頑張りましょう。私も寒いです、みんなも寒いです。今日はもう朝出た瞬間独り言でも寒い帰りたいから始まりましたのでね、はい、玄関出て帰りたいって言いました寒すぎて、もう早く夏が来てくださいね。もうちょっとしたらまあサンタさんの来る日になりますけど、私はサンタさんに夏をプレゼントしてほしいですね。もう物はいらないから夏をくれって感じです。はい、もうちょっとしたらクリスマスが来るので、サンタさんが来て夏が来るといいなと思います。だが頭文字の人、かわいいありがとう。だが頭文字の人、だるまありがとうございます。ということでみんな、もうすぐね若手コンサートなので、みんなもね当日来れるように、風邪をひかずにお風呂にゆっくり入ってご飯をいっぱい食べて頑張りましょうね。ブログ上がってほしいな、まだ上がってないっぽいな、頑張れ19日中野に行って応援します。そう、嬉しい、紫振ってくれたらもっと嬉しい、紫2本なのでね、ありがとうございます。ちょっと短めなんですけど、もうそろそろ終わりにしたいと思いますので、はい、終わります。コンサートでフッピのサイリウム振るね、嬉しい、もう好きみんな。はい、ということで、お久しぶり冬っぴでした。髪短かったです。むしゃ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 。ああ、バイバイ。変な人と思われるわ。もうやだやだ。変な人じゃないです。バイバイ。